おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバーは2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。女帝の逆位置が出ました。過剰な恵みにうんざりしている。わがままで独りよがりな意見や、怠惰でルーズな態度で周囲の人を振り回し、思いやりに欠けるだらしない印象を与えてしまう可能性もあります。快楽主義に陥り、愛情を押し付けて過保護になり、相手に依存したり束縛したりするかもしれません。豊かさが溢れていて、心が枯渇している状態です。物は溢れているのですが、欲しかったものと違っていたり、多すぎて別の問題が発生しています。それによって感謝の気持ちがなくなっています。豊かさに溺れているゆえ、生活全般が怠惰になり、魅力も減退していきます。栄養を与えすぎると植物が枯れてしまうように、必要以上の行為によって、大事な何かを台無しにしている可能性もあります。過剰な期待や依存心により生命力を奪い、本来なら手にできるものや、育まれるはずのものを失うこともあります。逆に、欲しい豊かさが不足していて、枯渇しています。愛が得られないために、寂しい思いをしていることも、見返りを求める愛情や支配欲、感情的な物言いは、あなた様の評価を下げてしまい、本来のあなた様の魅力が伝わりにくく、手に入れられるはずだった豊かさを受け取れないまま、不利益を被ることになります。嫉妬や不満からトラブルを起こさないよう、慎重に行動しましょう。今は感情のコントロールが大切です。過度に悲観的になり不安を感じる必要はありません。女帝の逆位置の意味は共依存、肉体関係、女たらし、不倫、浮気、利益や結果を出さない、働きが悪い、不安、だらけた関係、自分の利益だけを考える人。二枚目めくっていきます。ソードの王子の逆位置が出ました。今一つは気が甘い。苛立ちにより業務に間違いが生じることを示しています。あまりにも急いで仕事を進めていると、間違いが起こる可能性大です。急がないように慎重に進める必要があります。悪い残念なニュースやアイデア、計画や直感の欠如を表します。防御的、風変わり、皮肉的なことを意味します。コミュニケーションスキルが不足している可能性があります。教育の欠如、学習の困難さを示しています。あなた様の生活の中で人々とのコミュニケーションの方法について警告を発しているのかもしれません。チャンスが訪れても、まだ準備ができていなかったり、能力不足を感じているかもしれません。自分にはまだ早い、経験不足など、不安を感じる要素があり、新たなチャレンジに躊躇してしまいます。失敗やミスを恐れて、自分の可能性を閉ざしてしまわないように、勇気を振るいましょう。あなた様が足りないと感じている側面は、身近な人のサポートによってクリアできるはずです。
対人関係では、謙虚な態度が功を奏します。積極的に行動することは本来ならば良いことですが、今はその時ではありません。あなた様は一度に色々なことをやりすぎています。そのことが原因で心の余裕がなくなっています。減速して自分自身のための休息の時間を取る必要があります。心と身体の健康を取り戻すことが大切です。ソードの王子の逆位置の意味は疑いを捨てきれない相手、秘密主義の人物。穴だらけの計画、アイデアを盗まれる、防御、自分を偽っている、プライドが高い、薄暗い。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。